阪神、椎葉剛ら4選手をインターリーグ派遣へ。阪神の椎葉剛投手22、津田純也投手23、トイレージ内野手19、福島県以外野手23の4選手が11月23日から12月15日まで台湾で開催されるアジアウィンターベースボールリーグに派遣されることが19日分かった。過去には岩貞優太投手33、八百木紅葉投手30が投手 MVP を獲得した若手の登竜門といえる大会、新生藤川虎の戦力となるべく4人の赤虎が武者修行に挑む。最速159キロの直球を武器に今季ドラフト2位で入団した椎葉は春季キャンプこそ1軍でスタートしたが、シーズンでは1軍未経験に終わった。ウエスタンリーブでは主に中継ぎとして23試合に登板し、防御率 4.45 の成績にとどまっていた。18日には藤川新監督が視察する前で宮崎フェニックスリーブの DNA 戦に登板したが、四球から作ったピンチでスリーランを浴びて2回3失点。それでも投球を見守った藤川監督は、改善ができるな、と思った、と断言し、秋季キャンプでの直接指導を示唆した。椎葉も、今は窮屈に慣れている感覚、藤川監督に、どうしたら良くなるか、どう見えているかを聞きたい、と意欲を見せる。秋季キャンプ後にウィンターリーグで打者と対戦することが、アドバイスを生かす絶好の機会となる。津田も今季が1年目、大慶大からドラフト6位で入団し、シーズン後半からは先発としてファームのローテーションに定着し、2勝5敗、防御率 5.26 の成績だった。阪神の守り勝つ野球のために、新しい投手の力は必ず必要となる。野手では高卒2年目内野手湯の問いと大卒1年目の育成外野手の福島も派遣。温暖な台湾で実戦をこなすことで、大きな経験を得ることができるはずだ。椎葉は、今年は本人もどうしたんだろうと思うくらいのちぐはぐさだったんだろうな。椎葉が藤川監督の指導を受けてから新フォームを試合で試しに行くのはタイミング的に良いですね。しかし椎葉はオープン戦から2軍戦成績不振でもなぜかフレッシュオールスターに選ばれたりとずっと投げっぱなしで体は大丈夫なのか心配ではあります。椎葉は最初は調子が悪いのかと思ったけど、今でもこれくらいだとまだまだ時間がかかりそうだね。成長してくれれば良いが、去年のドラフトは同学年の右投手ばかり揃えすぎてバランス悪かった。正直言って椎葉なら5位以下か育成指名で良かった。椎葉投手の徳島インディゴソックスの動画は多分いい時のだったんでしょうね。少し左に体が流れるけど、球はめちゃくちゃ速くスドンと来て決め球は落ちるし、プロでも誰がこの球出るんだいって感じしてました。復活してくださいね。昔星野さんが、外国人投手は海を渡るとスピードが10キロ落ちる、と言うてらっしゃったが、椎葉も瀬戸内海渡ったからスピード10キロ落ちてしまったんやな。福島は山田と共に終盤に近づいた頃から目に見えて打撃が向上していた。福島はまず島田奥を狙って1軍へ。山田は2年くらい先にヤクルトの長岡のような選手になっていてほしい。投手2人はとにかく何か掴まないと特徴がないピッチャーだからな。問いも成長株といえど、何枚か殻を破らないとやっぱりこれってのがないし、登竜門というより、マジで覚醒のための武者修行だわね。即戦力と期待されていた椎葉が、2軍でもボコボコでしたね。津田もなぜ取ったというくらいのレベル。スカウト、今年のドラフトは大丈夫でしょうね。去年のドラフトは近年としては珍しく失敗だったな。山田くらいかな、将来的に残りそうなの。投手陣はウィンターリーグ派遣するより、さっさと藤川塾始めた方がいいんじゃないの。活躍した選手っていうより、伸び悩んでいて覚醒してほしい選手たちって感じ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。